リビングヘリテージとは日本語で生きている遺産と訳されるもので有形無形の有効に活用されている文化遺産の総称。リビングヘリテージに明確な基準はないがリチャード・エンゲルハルトが唱えた主張が一般的定義となっている。How can our living heritage be used to improve? general human welfare throughout the history of American education.schools have been charged with the task of citizens with an understanding and an appreciation of cultural heritage.children must be helped to understand and appreciate our democratic way of life as the basis for sound citizenship in a highly interdependent and explosive world, when we view the shocking conditions which exist in, a world which bosses, the greatest civilization of all time, it becomes a b a n d a n t l y clear that citizens must be developed, who also know how to use living heritage for the improvement of human living, both at home and in other lands, this way of sinking stand, from the belief that our cultural heritage, c o n 監視ステッド of A body of knowledge to be handed on without, question from one generation to another. Programs and p r a c t i c e s u r must be r e v ィター e d t o d e t e r m i n e how our Living Heritage is Being Used To, i 今 Praised and r e p r o v e General Human Welfare, Richard A. Ingleheart, Living Heritage には、以下のような種類がある。観光や、 学習教材として活用されている、UK 遺産文字通り使われている、稼働遺産継承、伝承されてきた先人の知識や技術無意識に存在している文化的空間や文化的環境伝統的な生活環境、生活様式人の手が入ることで維持管理される、里山のような自然環境の業遺産、能登の里山は、風土に根ざした日本的な リビングヘリテージ世界遺産グローバルストラテジーでは生きた文化の性質が強い。ユネスコでは地域社会のリビングヘリテージ保護を掲げており、地域と先住民の知識として地域ごとの伝統習慣や先住民の知恵の中に持続可能性の鍵があるとして活用することを目標にしている。退位後は過去の遺物が相当し忘れられた文化、帰り見られなくなった文化となる。 レガシーやレリックはありようによってリビングヘリテージにもなる。例えば史跡や文化的空間の場合、地域のシンボル的な存在として存続しているだけで生きているとみなされる。考古学が広く一般に浸透する以前、遺跡を表す英語のルーインは本来の廃墟の意味しかなく埋蔵文化財として研究者以外には価値が見出されなかった。 人々の好奇心が広がり、歴史へのロマンや出土物の古董品としての価値に関心が寄せられるようになり、遺跡はリビングヘリテージへと昇華した。また、文化的景観では、有機的に進化する景観として、残存する景観と継続する景観に区分し、移章された景観、有機的に進化する景観、関連する景観に分類する。これらは景観における、 リビングヘリテージとなる。ロンドン五輪では、スランバドリグの自然公園、故郷会式地で平和キャンプなども実施オーストラリアのリビングヘリテージ認定賞文化遺産の積極活用を最初に実行したのはイギリスで、1997年に労働党が掲げたクール・ブリタニア政策により、文化遺産賞を文化・メディア・スポーツ賞に改変し、保護から活用へと 方針転換したことによる。その成果は2012年のロンドン五輪における文化オリンピアードに結実した。日本ではこと保存法での歴史的風土、歴史まちづくり法での歴史的風地がリビングヘリテージの根拠と解釈され、文化財保護法を改正しての歴史文化、保存活用区域制度が実現すればリビングヘリテージが本格化する。また、 文化的景観の考え方を反映した文化財保護法での重要文化的景観の選定も行われている。明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業に含まれる稼働遺産の世界遺産登録を目指す過程において内閣官房は閣議決定で文化財保護法によらないリビングヘリテージの保全に尽力することを決めていた。 さらに、2020年の東京オリンピックを見据え、オリンピック憲章とオリンピックアジェンダ2020で歌われる文化プログラム実行の一環として、東京以外の地域も含め、リビングヘリテージの活用も検討が始まった。最近では、ユニークベニューという活用法も提唱されている。リビングヘリテージ発祥のイギリスから来たデイビッド・アトキンソンは、 箱物としての文化財建造物の価値を高めるには、そこにおける人間文化を押し出すべきで、文化財になる前の生きていた時期を重視しなければならないとし、文化人類学や化成学的な視点の欠如を指摘する。リビングヘリテージにおける問題は保護と活用の両立に尽きる。ありがとうございます。